言ってください。脂肪をその途上国とかその栄養問題に苦しんでるところに持っていったらいいやんかっていう考えやったんですけど、まあそれがちょっと難しいっていうことで、じゃ逆にその脂肪を動かすのが無理やったら人を動かしてしまえっていうかなり挑戦的なことをしたんですけど、まずは栄養、人間どんだけ栄養を取ったらいいやろっていうことを調べて、まあ、世界ではやっぱり脂肪を大量に取っている国では医療費の増加とか病気になる人が増えたりとかして、まあ個人の問題だけじゃなくて効果的に取り組んでいかなければならない問題じゃないかっていうことを考えて、で、まあ、脂肪ってどんな影響を及ぼすかっていうことも考えて、やっぱり健康に悪影響を及ぼしてるし、やっぱりそうやって医療費の問題とかにもつながって、でその問題原因となるのがやっぱり脂肪の大量摂取ってことになって、でじゃあ世界では現在どんぐらい取ってるんやろうっていうことで、そのどんな国が大量に脂肪摂取してるのかっていうことを調べて、でその国でじゃあほんまはその国でどんだけの脂肪を摂取されなければならないのかっていうのを推奨の値から全部算出して、でその実際取ってる量と本来やったらこんだけ取っとくべきちゃうかって思われてる量を比較した時にじゃあそんだけの余った脂肪の量でどんだけの人を養えるかっていうのを全部出してみて、大体、まあ、こんだけの人がもし入ってくれば今と同じ感じでみんなご飯食べ続ければ一人当たりじゃないわ、結果的にその暇になる人はちょっと減るんじゃないかっていう、まあ、安易な考えなんですけど、ちょっと調べてみて、で、まあ、移民のことに向けて調べてみて、まあ、どんないい点が悪い点があるのかとか、これまでの経緯とかを全部調べてみたんですが、でその大量に脂肪を摂取してる国っていうのが大体 EU とかアメリカとかのいわゆる先進諸国やったんですけど、でその中でも一番多かったのがドイツなんですけど、ドイツでは実際どんな移民が現在なされてるかっていうのを調べてみて、で調べてみたんですが、やっぱりドイツだけじゃなくて EU とか先進諸国に多く見られる傾向はやっぱり人口が減少してて、でやっぱり移民の受け入れっていうのが結構不可欠になってて、 でも実際その外国人労働者の現在の就労状況っていうのを見た時に、やっぱり移民にとって移民を受け入れる体制が整ってないというか、やっぱり移民にとって暮らしやすい社会にはなってないっていうことになって、今そういう先進諸国とかでももうちょっと移民を受け入れやすい社会にしていこうみたいな運動がどんどん来てるっていう感じになってるんですけど、で自分の最後ちょっと考えてみたこととしては、やっぱり移民は有用っていうことをやっぱり述べたくて、で今は経済が悪化してどんどん移民を削減して自分ところの国民の労働とかそういう失業率とかも自分の国民優先でいろいろ取り組んでる傾向があるんで、ちょっと移民っていうのは削減傾向なんですけど、やっぱり潜在的に労働力不足っていうのはあるはずやし、あるところはあるやろうし、
たらまた移民の必要性っていうのはどんどん見直されてくると思うんで、でまあもちろん移民をすることによって労働力不足とかっていうのも解決できるし、その移民が現在その移民の問題点として考えられてるのがやっぱり語学とかそういうところで移民を受け入れる社会にちゃんとなってないっていう点でまだまだ見直されるところあるんで、そういうところを改善していくことが結果的に営業格差是正につながればいいなっていう最後考えになりました。以上です。はい、お疲れ様です。